Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Donaka Pon. Soy Ryo です。ショウ。今回、見ていくのは、昭和の日本。おー。で、今回見ていく動画は1966年の日本。まさに58年前だから、本当にちょうど俺の親が生まれた年。まあだから、そんぐらい前の日本はどんな感じだったのかってのね。今回は見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。牛乳、牛乳だよね。今もうちびまる子ちゃん、全然ちびまる子ちゃんだ。うわ、新聞か。新聞配達ね。あ、もうこれわかる。でも多分一緒だと思う。その主婦の昭和の主婦の服装、ね、みんなこれだわね。昭和の、昭和の主婦の本当に制服みたいな感じ。本当にこんな感じなんだね。エプロン、まあ、エプロン的な役割でしょ。うん、本当に俺のばあちゃんもマジで写真とか見たらこれ着てた。本当にマジで。髪型が。ああ、髪型だこれ。ほら普通だ。この子は普通。うん、今でもある髪型だね。これすごいな。前髪やべえな。ショーゴン上位したみたいなことや。変わんなくね。変わんねえか。目玉焼きとソーセージ。前にソーセージに味噌汁。あんま変わんねえのか。あんま変わらんと思う、それは。一斉に出勤するのか。もう服装がすごいな。みんなスーツ。まあ、この時からだよな。スーツの着る。あんま普通の服の人がなかった。この風景、うん、今の東南アジアにそっくり。インドネシアとかフィリピンとか。あ、そうなの。なんだろう、この窮屈具合。ぽいぽい。日本にもやっぱそういう時があったで。新聞持ってんのか。この時代まだタバコ吸ったじゃん、電車で。ああ、そうだね、うん。何駅なんだろう。見具合的に東京なのかな。あ、でも私服いた。あ、でも東京だよね。東京っぽいね。新幹線あれ。こだまだ。そう考えるとすごいね。こんなに昔から新幹線ある。東京っぽい。本当だ。東京だね。これは確実に東京。あ、ランドセルもあんだ。ちゃんと給食袋もあってつけてる。あの右側にね。俺らと同じやん。俺らと同じやね。変わってないんだね。俺らもああやって投稿したら、ね、投稿したいね。あ、でもヘルメットつけてる。ああ、すごい。本当にこういうとこが東南アジアにそっくり。B じゃない。本当だ。感じだった今。危ないよ。もうこんな感じなんだ。こんな感じ。危なくね。多分ラテンアメリカとかもこういう感じなんじゃないかなって俺は予想する。くっそ危ないや。あの向こうの国でも。そう。今じゃ考えられねえ。そうだね。あ、ソニー、ね。ソニーあるね。あ、やっぱ高層ビルとかなんかないね。ああ。って見ると東京なんだろうけど。
東京が焼きの方にされた21年後ってことはあるんでね。うーん、そう考えたら来た、サザエさん髪型まさにサザエさんだったんだけど、ほらほらほら、本当だ本当だ、サザエさんじゃん、サザエさんじゃん、ああいう髪型の人で本当にいたんだよ、こういうでしょ、このガチサザエさん髪型とか服装もやっぱ違うよ、そうだね、うん、ほらほらほら、マジで4人中4人来てるもん、主婦がカポギ集団や、出かける時にもつけるんだよ、そうだね、出かける時も万能かよ、つけたまんまなんだよ、あれ俺の笑えるわ、桁履いてるしね、うわ個性がないな、1個これ何やろ、15円15円、15円、1キロ15円って書いてある、何この野菜、ネギなんて書いてあるの、多分1キロ15円って書いてある、ネギっぽいな、安いよね、さすがに、やばで、昔の15円って今の15円の価値は多分違うんだろうけどさ、確かに今だとどやすく感じちゃうね、10倍ぐらい違う、もう毎日買うじゃん、このまま行ったら今この値段だったら買い占めるの、買い占めるの、これ何かまないや、50円玉ねぎ50円、玉ねぎ50円、はい、長ネギが50円、あれが50円、あれ50円ってやばめだよ、10円9玉ぐらい入ってる今数百円するよ、数百円だよ、本当にみんなあの格好だ、そう、本当だ全員だよ、豆腐屋だね、はい、お待ちどうさま、どうもありがとうございます、美味しそう、はい、どうも、奥さんでらっしゃいますか、この間どうも、本当に東南アジアって感じ、経済の発展具合が今の東南アジアぐらいってことなのかな、デパートじゃん、デパートっぽいね、なんて書いてある、松坂屋じゃん、松坂屋、今でもある、今でもあるね、この時からあんま変わってないけどさ、うん、今はなんか違うよね、今変わってるね、でもなんか地味じゃない、服装全員ちゃんと着物着てる人もおるな、うわー、この光景すごいわ、昭和しかないわ、あれお父ちゃんもああいう服なんだね、家だと、あはい、何が好き、のこちゃん、のこちゃんも取ったんだよね、なんちゃ、僕は何、学校は帰ってきてのやつ、何食ってんだろうね、これ何食ってんだ、なんかつけてんな、わかんねえ、鍋じゃない、お犬偉いね、犬偉いね、ペロペロしながら絶対食いたがってるやん、パパ入ってみる、何やハーバー、おいしそうやな、わーわーどこじゃご飯、うわぁ今だけドラム感じだ、
白黒だった今。白黒だった、うん、はい、ということでこれが、はい、まあ、昭和60年代の日本。やっぱ今とかなり違うね。全然違う。俺が一番気になったのは服装かな。服装だね。いや、主婦、あの制服の人おらんね、今時。まあまあまあ、おらんね、おらん。あれはもう絶滅したな、あの人。男の人もさ、うん、スーツとかが多かったね。そうだね、うん。まあでも家だと、やっぱりスーツ以外だとああいうさ、うん、日本で、うな、着物って着物ってか、なんて言うんだろう。あの、袴？袴か。うん。あと髪型じゃね。現代にもいそうな髪型の人も一応少なからずいた。まあサザエさんはさすがにいないから確かにあのパッツンもいなくて確かに。まあ容姿だね。そうそうそう、人のそれがまず一番大きな違いだね。あとあれだね、物価の値段。あ、値段確かに。値段昔の人に今の物価教えてあげたいわ泣き叫ぶんじゃね。俺買い付け稼いでたんだろうね、あの物価で。確かに。でこの時景気いいでしょ、日本。うん、以降でしょ。バブル前ぐらい、バブルちょっと前ぐらいだから、これまあ昔の昭和の日本っていうのはこういう感じですと、うん、今は令和だからね。昭和、平成で今令和だから、海外の人にはちょっとあまり分かりづらいことかもしれないんだけど、俺ら日本人からしたら2つ前の時代の日本ってことだ。俺らは平成育ちだから、だから興味のある人はぜひね、サザさん見てくださいはい、はい、お願いします。ということで今回はここまで。はい、うん、質問リクエストがあれば答えていくんで、エンドラック、エンドラック、お願いします。お願いします。じゃあねー、バイバーイ。